はい、今日からちょっと小テストっていうのをどんどん入れていきます。で、これなんでなんかって言ったら、どこの学校でも大体、例えば今まで練習してる学校やったら愛工中学とかやったら2枚やって1枚目っていうのが大体基礎的なテストやし、まあ海面やったら大体1番2番3番がもう勝負やし、あとどこやったかな、まあ、洛南でもまあ前半や、正直前半の配点が、同じ点数のところっていうのが勝負なんで、でいかに前半の問題をきっちり早く時間を使わずに解いて、残りの時間でまあ難問でもないですけど後半の問題に時間をかけるっていうことを意識してほしいんで、その割にはちょっとあまりにもみんな点数が低いんで、ちょっと1番の計算問題とかね、1行問題っていうのを徹底的にこの入試まで強くなってほしいんで、これもね、だいたい10分程度で全部終わらせてください、1枚をね。で、全部合わなダメ、ここはもう捨て物なし、捨て物とかいうやつはもう人生捨ててください、それの気持ちで取り込んでいってください。ね、いい。1番、3の1のやつね、いきますね。はい、1番答え何もなった？1番答え12分の7。12分の7でいいですか？はい。でもこれは、解説しなくていいですね。大丈夫です。はい、2番の答え何もなりました？ 2.3。2.3になりました。はい、じゃあこれもしなくていいですか？はい。はい、はい、3番答え何もなりました？9分の11。9分の11。絶対そうです。はい、いや、何も違うって言ってないじゃないですか。ね、なんでじゃあ3番から、9分の11以外になった人は、うん、何もなった、1800分の2269。お疲れさまやな、はい、合ってることか分かりませんけど、またやりたいと思います。で、3番の問題がですね、8と13分の1、かける、四角割る3分の1引く 3.5 割る8と6分の1かける1.3が14分の3だったわけやろ。うん。もう言ったらざっくり計算したら別にこれ掛け算割り算は順番どこ変えてもいいわけでしょ。わかる？ね、順番変え、だこれを大きな真四角で考えて13分の8ですから 105OK。で、かける10分の13これ OK。これとこれ OK 今階段 OK。はい。で割る8と6分の1ですからこれ6分の49ですね。オッケー、うん、かける49分の6、オッケー。で、かける大きな四角が14分の3になったってことやろ。大丈夫。そしたらこれ消えるよね。49と105は消えますね。7と15やな。で、15と6で90で10ですから、これうまいこと、これとこれで、これとこれで、こいつが消えて上に9が残ったら OK、うん、こうなったら大丈夫ですか。合ってます、ここまで。じゃ四角はって言ったらこれ9で割ったらいいわけですから、先生7分の9じゃない、7分の9やな、うん、はい、ここまで OK、うん、なら14分のだからわざと試したんですよ、9分の7 OK。はい、そうすると2と3で両方消えますね。6分の1やな、こんなが6分の1になったらいいわけやろ、うん、でこれは 3.5 ですから2分の7やろ、消えない。そしたら四角割る3分の1が、これ6分の1やったっけ、うん、はい、6分の1足す2分の7やね。そしたら6分の1足す3倍ですから20 3.5 やから21やな、うん、6分の22やろ、うん、さ6分の22割る3分の1っていうのは四角かける3っていうことやろ、うん、こういうことやろ、残り3で割っていいじゃないですか。そうすると3で割るということは分母にかけたらいいですから、ちょっとこっちかけますと18分の22ですから9分の11と。答え合ってる間違えてるよりも、ここはまずどうやってやったか、先生と違うやり方してるかどうかとか、その辺をちょっと注意して、一番ベストアンサーの解き方をしてると思うから、例えば、カッコが真ん中に来たとき、お前らこのまま途中で置いたまましてなかった、これ先にやった、ちゃんと。はい、やってる？やってます。別にそれやれとは言わんけど、絶対そっちの方が正解率上がるやろ、うん。その辺こだわってやってくださいって話。はい、4番何通りですか？ 11… え？ん？あ、ごめん、4番何もなった？11分の1260。11分の1260。はい、じゃあやりますね。うん、そうなった。ち
対そうなの、絶対そう、うん、絶対そう、絶対合ってるなと思ったら絶対合ってるやん、うん、じゃあもし絶対合ってなかったらどうしますか、じゃあ、YouTube の前で土下座します。そんな別にあなたの土下座見たくないです。上に土下座します。え、なんて、なんでもないです。あ、言えよちゃんと。それやめて鬱陶しい。ほんまに嫌われるで。私も嫌われるようになる。これをかけるわけですよね、はい、で、をかけて、これが、まあ、丸分の三角で整数になりましたって話やろ。はい。そしたら三角に入るのは45と84の何？最小公倍数やな。で、丸は154と605の最大公約数。最大公約数やな。だから丸はじゃあ何もなんか何もなった、これが11で割れるかな。11で割れますね。11で割ったら14と55やから無理やから11や。これですね、はい、次は45と84は45と84なり3で割れるから、3で割れるから、15と28になるから、それは無理やから、45×4×24×7 で180×45×28 やな、はい、45×4×7 1260やな、はい、よかったじゃないですか。はい、はい、次5番、何もなった？12になったぜ。じゃあ6になりました。順序は分かりましたね。その前に分からへんしょ、何通りでも間違ってたんで分からないです。ちょっと待って、まず問題が出てないしょ。ここまではもう何遍もどの学校でも出てきてるから、絶対死守してくださいっていうためにやってること分かってな。ね、なんか今日こっちだって見て、どこ出てた、どこ出てたとか言うけど、どこの学校でもね、こんなん出ます普通に。で、よく先生耳にするんです。なんかまず特に、某川原木小学校の周りとかで、あ、こいつら受験するんやろうなっていう、通学路で、何々ってエフランでしょうとかよく言うね、言葉なんか聞くんですけど、そのエフランやビーランやなんや知らないですけれども、どこの学校でもこれぐらい出ますし、絶対合う問題やな。見てみ、嘘止めの赤本な、見てくださいよ。どこの学校の赤本でも見てみ、1番からそんな簡単じゃないですから、ね、点数が低いか高いかですからね。だからもう侮ったらダメです。はい、分かった、この何通りの問題いける、いける、答え12が正解になると思うんですけども、うん、まずその前に24通り以上の答えになったやついますか？それはいない、それも死刑やな、うん、説明するな。でこれはどうやってやるんかっていうとですね、お父さんとお母さんと兄と妹やったっけ、うん、まあ、何でもいいけど、条件はこの2人が絶対ついていくことが条件だよ、うん、そしたら4つの椅子に対してこういうふうになるか、はい、こういうふうになるか、この3パターンしかないの分かるよ、はい、それをで、父母っていうのは絶対に入れ替わりあるから、これが大きいわけで 3×2 で6通りあるわけや。それに対して兄と妹っていうのはこれも入れ替われるやん、だから 6×2 だから ×2 や、だから12通りが正解。 OK、 意味わかりました。6通りって言った人分かった？はい、どこ間違えて分かった？僕は父と母を逆にするのを多分忘れてるな、はい、その忘れないでくださいね。はい、6番の問題、はい、あは何日？8。 E は6な、ね、E の引っ掛けは何日休みましたっていうのを、結構ね、C が働いてしまった日っていうのを書いちゃうと思いますけど、分かんないでしょ、いる？いや、分かる。これもできる？終わる？できる。分からん？分かんない？いくで、最後に字引く。もうこれはちゃんと見とってよ。この問題やから、この問題が俺できなかったら俺もう本当に泣いてしまうし、もうこの問題が出て落としたらもう俺指導能力ないと思って、もうさっさとやめるから、この仕事。それぐらいの問題と思って聞いてね。 A さんなら30日で終わる仕事なんでしょ。 B さんなら何日？20日なんでしょ。 C が24やろ。そしたらこの時点で仕事全体っていうのが120個のなんか荷物下ろすでもなんかそんな仕事やって考えてくださいよ。
で、A は1日あたり4つ仕事するわけやろ。B は6仕事するわけやろ。C は5仕事するんやろ。ここまで大丈夫？大丈夫？そしたら1日力を合わせたら15ずつ仕事するわけや。わかる？そして1番の A に入るのは 120÷15 で8日で出るわけや。これわかった？練習しといてな。もう二度と間違えといてな。はい。で、で、ただ、何日する仕事を、仕事を C が何日間休んだわけですよ。っていうことは、何日休んだかといっても、こいつらは10日ずつ絶対仕事したわけや。うん、やかける10日仕事したわけじゃないですか。うん、そしたら、こいつらは40の、A は40の仕事、B は60の仕事をしたから、C はもう絶対20しか仕事をしてないってことがわかるわけやろ。だから120で決まってるから。そしたら 20÷5 で4なんですけど、これは C の出勤日数やな。だから10、4の6日は。なので、10-4 で6が正解というふうになります。また、全部当てしょる。全部当てます。うん。こういう積み重ねをしっかりしてくださいね。いいですか？サンドイッチのお返しはここまでです。